ソイル&ピンプセッションズ社長です。こんにちは、スカイハイです。お、東京タワーだ見て、上が全部グラスルーフだから、もう今このまさにこのアングルが見えたらもうこのベントレーのおかげじゃないでしょうか。フライングスパーという車をお借りして、うん、今日はこの対談をお届けするわけですが、ソイル&ピンプセッションズ社長です。こんにちは、スカイハイです。さあ後半、はい、今日はもうベントレーに乗って、はい、東京の街を巡りながらいろんな話をしてまいるわけですが、はい、後半はですね、はい、まあ、この対談企画が決まったきっかけでもあります、シティオブキメラフューチャリングスカイハイ、この曲をちょっと深掘りしたいなというところから始めたいと思うんですが、ライブ楽しかったねというのが、ね、そうなんですよね、今フレッシュな話題でございますが、ライブいっぱいやりたいな。なんかあの曲ってさ、はい、おそらくだけど、はい、大きいホールアリーナでも機能するし、はいはいはい、まあ、ジャズ箱でもできるのはお証明されてるから、はいはい、そうですね、いろんなところでやりたいな。そうなんですよね、いや、屋外屋内でまた表情変わりますしね。本当だね。そうなんですよ、屋内屋外、わー、フェス、フェスですね。フェスでもやりたいな。いやー、フェスでやりましょう。やりましょう、ちょっとね、うん、ちょっとそれできる画策しましょうよ。はい、いろいろ今日、前編かと話してること混ぜたらタイのフェスでやることになりますけどね。そうねタイのフェスでやろうだってね、タイ多分盛り上がると思うよ。いや、タイはすごかったな。うん、まあまあそんなんですけど、ね、はい、ちょっとなかなか実はこの質問って今までしたことなかったなっていう質問があって、はい、なんですか、なんでソイル知ったの、え、なんで知ってくれたのっていうか。なるほど、ね、僕は前編でも喋ったけど、ラジオで、はいはいはい、かけてくれてるっていうところで、わ、スカイハイがソイル知ってるんだっていう驚きがあったわけですけど、いや、もうでもソイルとかはいつ知ったのって言われたらちょっと分かんないですね。もう全部僕は、はい、スカイハイはまあ、すごいポピュラリティのある活動をしてるけど、はいはいはい、普通にファミリーにいるぞっていう、はい、そうそう遊び来てるしねっていうみたいなところとか、なんか近い仲間たちが知ってたところみたいなのもあって、ね、うん、あ、ちゃんと遊んでんじゃんっていう、すごい好感を持っていたというか、そういう言い方上からですけど、いやいやいや、でもまあ本当にそんな感じだったのでまあ、だからなんででしょうね。もう普通に10代の頃には、うん、なんか普通に、なんか普通にいる人みたいな。あ、それはなんか一番嬉しい一番の生活の中にスッと入っていったみたいな。そうですね、なんかわかんないですけど、すごく雑なこと言ったら、なんかいつジョン・レノン初めて知ったのいつですかって言われたらちょっと困んないですか。なんか、いや、なんかまあずっと知ってはいるし、生まれた時は当然知らなかったんだろうけど、うんうん、初めて聞いたジョン・レノンって言われると困るなみたいな。そうだね、マイルス・デイビスいつから知ってるって言われると困るもんねそうです ね、気がついたら知ってたしな。なんかそうですね、まあ、特にしかもなんかライムスターとかのなんかコラボレートみたいなこととかもあったし、うん、ただライムスターと曲出してる時には、あ、ライムスターがソイルとやってるって感じだったと思うんで。あ、じゃあもうそうなんですよ、知っていただいて、その時にはもうそうだったはずなんで、じゃあ何をきっかけにって言われると確かに分かんないですね。なんかめっちゃ嬉しいな、それでも僕はでもなんかもうそれで、まあ接点が、はい、まあ一人通したらあるみたいな感じの、あ、そうですよ ね、うん、存在でありつつも、まあ、なかなか会う機会がないけれども、やっぱり、はい、テレビにも出てらっしゃるし、はい、もう全然一緒だよね。だから裏表ないっていうか、もうテレビで見てる姿とこうやって普段プライベートで会う姿って一緒、はい、そうですね、全く一緒だったっていうのが、そうなんですよね。一緒でもこのなんかね、逆に使い分けると疲れそうですけどね。まあね、はい、だ僕とかはさ、この、はい、ある種この社長っていうキャラクターがですね、キャラクターが一個あって、確かに、まあまあ、そんなにプライベートとのこのサングラスをつけてるかつけてないかぐらいなもんで、はいはいはい、人格が変わるわけではないけど、人格が変わらないからねまあ、そういった意味では、うん、まあ、その方が楽だしね。そうですよね、裏表を作るほどのキャラクターでもないですしそうですよね、なんかソイルの面々に初めて会った、はい、なんか
その時の印象とか。いやでもなんか本当に最初ソイルの人だという感じでしたし、うん、ただやっぱこう怖かったですけど。どうですか。怖かったですよ、勝手になんかやっぱなんて言うんでしょう、まあ当たり前かもしれないですけど、うん、こう音楽およびセッションおよび、うん、各々その自分の担当している自分のパートである楽器みたいなところに対する、うん、そのプライドやこだわりっていうのはやっぱりこうあるわけじゃないですか。そうね。だからなんかこう緊張はしますよね。そうか、やっぱりそのなんか、うん、下手なことが言えない下手なことできないっていう気持ちはスタートであったんですけど、なんかやっぱそのまあ割と早い段階からなんかその感覚としては本当それこそさっき冒頭でおっしゃってたそのファミリーとか、まあルームとか、あの JZ ブラッド、渋谷の小箱たちですね。そ渋谷の小箱たちでやっぱセッション歴はそれなりにあったので、そのジャズバンドであったり、そのジャムセッションであったり、なんかそういうところで出会う方々と、なんかいい意味でこう変わらない感じにだんだんなっていったのがすごいありがたかったですね。まあだから現場感はやっぱりあるよね。ありますね。すげえある。確かに。すごいこう、漫画みたいなことを言うと、いや音鳴らせば分かるっしょってことじゃないですけど、まあ、リアルにそんな感じで。でもそうだったもんね。マジでそんな感じ、うん、で今回このコラボするきっかけになったのも、はい、ラブシュープリームジャズフェスティバルっていうのが、まあ、長年ちょっと開催がなかなかできない中、ようやく今年開催に至ったんだけども、まあ、その昨年のバージョンの時に、まずやろうっていう、ことを実現に至りまして、でそのスタジオで何度かセッションをして、こんな感じでいけるかねって言ってたら中止の連絡がそこに来るみたいな。そうでしたね。そうだから あの時の制作、そのスタジオでこんな感じかねっていうのがまさにその現場のノリというかです ね僕ね2020年のあれ多分リハしてたのが 3、4月だったと思うんですよ、多分、で僕2020年の9月に起業してるんで、お社長になってるの。そうなんですよ。だからすげえすげえその何でしょう、音楽以外のことで人生で初めてこんなに忙しいのかってなってた時期だったんで、すごい楽しかったですね。ああそんな大変な時期に。実はあの頃そっか、あと不安が大きかった時期ですね実は。まあね、新しい、だって本当になんかある意味こう背負うものが大きくなって。そうなんですね。でその分、まあ、大きな一歩を踏み出すっていうタイミングでもあったわけだもんね。そうそう、背負うものが大きくなったのは、多分下手したら2021くらいで、2020はもうただもう何もない裸一貫みたいな、時期だったんで不安だったな、あの頃。僕も実は2020年に自分の会社作ってるの。あ、そうですね。実はまだそんなこれ外に言うことじゃないんだけど、はい、個人的なあれなんですけどね。いや実際でもその時にセッションした曲と、はい、うん、シティオブキメラ別の曲なんだよね。別の曲ですね。そう、全然違いますしね。全然違う。なんか去年までの感じは我々でまたやりたいなと思いつつも、ちょっとやっぱ今の気分っていうところで、バンドの中でもちょっとモードが変わっていて、はい、まあ、このコロナが1年経てっていうのもあるけど、でちょっと改めてまたご提案させていただいてやったわけですけれども、はい、これを最初にデモをお送りしたデモを聞いた時にどうだったって、これを質問僕まだしたことなかったと思うんだけど、はい、どんな印象でした？第一印象。第一印象は2つあってうわかっこいい、きたという、その前いただいてたやつは、何でしょう、良くも悪くもソイルとやるってなったら最初に想像するような感じに近かったので、はいはい、そうですね、そうです、そうです、なんか、そうな、おっしゃーみたいな、なんかこう明確だったんですけど、そういう意味ではその今回のやつは想像してなかったのと、あとちょっとなんかこうジャズマナーっていうの以外にその、現行のそのヒップホップマナーとかが、現行と言っていいかどうか分かんないですけど、まあ、ヒップホップマナーもさらに強くて、音数の少ない、これ面白いかっこよいっていうのが、そういう大興奮が一つと、もう一個は待てよ俺これ何やろうかなどうすっぺかなっていう、まあ、歌うラップする、じゃあラップにしてもそのスピットするのか、なんかすごいこうリラックスしてスローするのか、
めちゃくちゃ迷ったのはすごい覚えてますね、でもそれあの曲ができたのはやっぱでもその前年度の、はいはいはい、その途中まで作った曲っていうのがあって、はいはい、実際にスタジオで音を出したから、うん、この人いけるなっていうありがたい話ですね。あのちょっと言い方悪いかもしれないけどちょっと負荷をかけても、はい、大丈夫だなと思ったの。なるほど。多分あのポテンシャル高えぞっていう言ってくださいよことを思って、はい、だ誰でもできる曲じゃないわけですよね。あのシティオブキメラってあれ確かに服ねえ、そうシーンによっては、まあ、バンドが主導するグルーヴ作るところもあるけれども、はいはい、あの歌がに主導してもらってグルーヴするっていう、はい、その曲の中でもあのシーンごとに二面性があるわけですよね、うん、そうですね。でそのによって例えば歌のシーンはバンドだけどラップのとこはやっぱラップのフローでバンドがこう上げていかれるみたいな、そうですね、なんかそういうのをやりたくって、うん、でこのスカイハイはこれできるなっていう、いや、まあ、すごい上からばっかりごめんなさいファンの皆さんも、ね、いえいえありがとうございます。で、うん、あれを作ったっていう、なるほど、いや面白かったな、うん、なんか最終的に一番その腹落ちする展開で、はい、うん、固まりましたし、うん、そうだね、はい、でやっぱそのあの曲もなんか最初にあのベースラインが、はい、あのそうもしとにかく音数が少ないシンプルなベースラインをまず最初から書いたんだけど、はい、でそこからこうこの土台があったらおそらくこの上でスカイハイ君は自由に踊ってくれるんじゃないかなっていう、いや本当やりやすかったですよ、うん、やっぱりなんかもうかねてからヒップホップ隙間あるトラックにラップでこうそう泳いでなんぼみたいなところはやっぱあると思うんですけど、うん、それの楽しみがめちゃくちゃありましたね。本当できた時は鳥肌立ったもんな。いやしかもミックスも素晴らしいですよね。ミックスいいっしょ。いいっすね。あれもちょっとこだわったんですよ。なんかすごい狭くて広いというか、そう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 、うん、そうまさに狭くて広い、おっしゃる通りで、はい、ドラムは僕があのデモをバンドに持って行って、はいはい、最初にうちのミドルに叩いてもらったファーストテイクみた、はいはい、いですね。そうだからマイクもリハスタにあるシュアのゴッパーっていうスタンダードのマイク1本で撮ったマイク、すごいですよね。そうなの、僕が撮ったことなんだけど、すごいね。で一方で、あの、まあ、それ以外の要素はレコーディングで撮ってるんだけど、はい、ベースの音とかを、うん、大体こうあんまりここまで種明かししていいのかな、多分、まあ、いやそれはねすげえいいことだと思うんですね。そうだよね、うん、技術的なところも本当はベースもな結構、まあ、センターにいることが多いんだけども、はいはいはい、それをステレオでスプリットして一番外に離したの。うん、でこれって実は今の最新の現行のヒップホップシーンとかあの LA ビートのシーンの手法で、はい、包むんだよね、そ、うんうんうん、低音で一番下を、はい、でそうすると真ん中にすごい空間ができて、うん、そこで声の伸びやかさがすごい強調できる、そうなんですよね、ミックスができるっていうね、そういうやり方で今回はやってみたらすごかったですね。そうですよ、なんかそんないろんな、いろんな新しいチャレンジと今まで積んできたことがこうミックスされてあの曲ができたんだなっていうのをこう、うん、改めて感じますな。あでもそれすご、それすごいですよね、うん、音像が現行なのやっぱすごかったですね、うん、そのキャリアやっぱソイルってキャリアも長ければ、うん、なんか音楽自体のその触れてきた年数ってさらに当然長いわけじゃないですか、うん、でなんかまあリリースもたくさん当たり前ですけどされてるわけだから、うん、なんかこう固まってもおかしくないと思うんですけど、はい、普通にその音像が現行っていうのはやっぱすごいことだなと思いました、ね、いやそこはね意識しますねやっぱりね。そうですよね、まあ、やっぱ変わらないために変わるっていうやつですよね。いやそうそうそう、ね、まさに後ろ待ってられないですもんね。いやそうなんですよね、なんか変わらないまま10年やると変わっちゃいますからね、うん、そうなんですよ、そうやっぱ新しいこうチャレンジと、そうですね、あのやっぱ常にやっぱ自分たちもフレッシュな気持ちでいるじゃんそれって。そうですね、うん、いやそうですよ、もうフレッシュ、キープフレッシュ、キープボーイングはヒップホップですからね。そうですよ、うん、